こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。今回は、水木氏が自分で考えた、赤石 CPU の高速化技術の解説をしたいと思うぜ。その前に、今回紹介する高速化技術は、水木氏が自分で考えたもので、名前も水木氏が名付けた名前ですが、もしかしたら奇出の可能性もあります。それと、まだ紹介動画を出していない水木氏の赤石 CPU に関しての情報も、出てくるので、それが嫌な方もここで動画を閉じることを推奨します。それで、今回紹介する高速化技術は、その名も、多段階アキュムレーターです。それでは、多段階アキュムレーターがどういったものなのかを、解説していきたいと思います。ちなみに、水木氏はノートにも多段階アキュムレーターの記事をまとめているので、もしよければそちらの方もお願いします。動画の説明欄に木工用ボンドで接着しておきます。多段階アキュムレータとは、簡潔にまとめてしまうと、従来のアキュムレータを拡張した高速化技術です。では、多段階アキュムレータが、従来のアキュムレータとどのように違うのか、それを紹介する前に、多段階アキュムレータが考えられた理由から紹介したいと思います。多段階アキュムレータより前の、そもそもアキュムレータを知らなかった時の話になりますが、水木氏は、クロックアップのために、ALUとレジスタの遅延をできる限り減らそうとしていました。ALU が前の演算結果を次の演算に使う場合、ALU の演算結果は一度レジスタに保存されてから、レジスタの情報を読み出し ALU に送っている構造だったので、レジスタ、ALU そのものの遅延や、ここの配線の遅延を減らすことで、最高クロックを上げていました。ですが、それは NXREDJ4 の14レッドストーンティックごとで、頭打ちしてしまいました。青で囲まれている回路が ALU なのですが、配線の遅延をできる限り減らすためにだいぶ特殊な形をしています。レジスタの容量を削減すれば、一応高速化は可能ですが、NXREDJ4 にはメモリがなく、記憶装置がレジスタしかない、などの理由から、水木氏は16バイトのレジスタを維持しながら、高速化していました。まあ、レイバンチは0レジスタだったから実質的には15バイトだけど。ですが、そんな時、水木氏はある回路と出会うのです。水木氏は、2022年の最後の3ヶ月間、ほぼ毎日 371TTI さんのレッドストーンサーバーに行っていました。その後も、時々そのサーバーに行っていましたが、そこで水木氏が見たのは、371TTI さんが開発していた、赤石 CPU でした。水木氏は、371TTI さんから 1Hz で動かせる赤石 CPU を作っていると聞いて、半信半疑のままその赤石 CPU を見に行きましたが、そこでアキュムレータと出会ったのです。当時の水木氏は、だいぶ混乱していましたが、その後ネットで調べてみるとアキュムレータという名で、すでにあったものだったので、水木氏も真似してみることにしたのです。NXREDJ4 の次世代となる、NXREDJ5 で。そして、NXREDJ5 には、水木氏の赤石 CPU としては初となる、アキュムレータが搭載されました。NXREDJ5 はアキュムレータの実装により、レジスタの書き込み読み出しを待つ必要がなくなったため、なんと、14レッドストーンティックごとから一気に8レッドストーンティックごとへ、約2倍の高速化を達成しました。周波数にすると、約 0.7Hz から 1.25Hz へ向上したことになります。また、NXREDJ4 の時点で14レッドストーンティックごとの演算が可能になっていましたが、NXREDJ5 では、アキュムレータが8レッドストーンティックごとの演算を担当してくれます。それはつまり、レジスタの方はその倍の16レッドストーンティック後に、間に合うようにすればいいということになり、2レッドストーンティック分の余裕が生まれることになります。この2レッドストーンティック分の余裕を活かすことで、高速化しながら、さらにレジスタの大容量化も実現可能となっていて、これのおかげで、NXREDJ4 では16バイトだったレジスタも、NXREDJ5 では実質32バイト括弧回路的には64バイトになっています。回路は64バイトなのに、プログラムから見たら32バイトしかないっていうのは、NXREDJ5 の特殊なところですが、そこはアキュムレータとはあまり関係ありません。とまあ、こうして水木氏はついに 1Hz の大台に足を踏み入れたわけですね。水木氏は、NXREDJ5 で初めてアキュムレータを採用し、前の演算結果を次の演算に使う場合でも 1.25Hz を達成しました。そして、水木氏は NXREDJ5 の次世代となる、NXREDJ6 を作り始めました。ですが、水木氏は NXREDJ6 の開発に合わせて、ある回路を実現できないか研究し始めていました。その回路とは、3レッドストーンティック、キャリーキャンセルアダーだったのです。
そして、見事水木氏は3レッドストーンテック CCA を完成させ、それを回路が近く赤石仲間と共に小型化していきました。そして、完成された3レッドストーンテック CCA を ALU に改造し、アキュムレータなどを取り付けてみたところ、なんと、6レッドストーンテックごと、つまり 1.66…Hz の速度を達成したのです。ですが、問題がありました。6レッドストーンテックごとということは、このままでは、レジスタの方は12レッドストーンテック後に反映できるようにしておく必要があったのです。ですが、レジスタの方は当時の水木氏には14レッドストーンテックごとが限界でした。そこで、水木氏が取った行動が、アキュムレータの階層化でした。6レッドストーンテックごと12レッドストーンテック後をアキュムレータに任せることができれば、レジスタの方は18レッドストーンテック後に反映できればいいということになり、むしろ NXRE-DJ5 の16レッドストーンテック後よりも、さらに2レッドストーンテック分余裕が生まれるということになります。ちなみに、水木氏は2レッドストーンテック分の遅延の余裕を、レジスタの配置に活用していて、よりコンパクトなレジスタの配置となりました。とまあ、このようにアキュムレータを階層化することで、クロック速度とレジスタ容量の両立を達成した感じですね。ここが、通常のアキュムレータと、多段階アキュムレータの大きな違いとなります。ちなみに、水木氏に聞いたところ、NXRE-DJ6 に関しては NXRE-DJ5 が完成した直後はしばらくちゃんと作っていたみたいですが、だんだんなかったことにされていってるみたいです。まあ、これが多段階アキュムレータというわけです。そして、多段階アキュムレータは今後も活用されていきます。例えば、最近水木氏が完成させた夢の 10Hz CPU、NXRED6、この赤石 CPU では、NXRED6 と同等の6レッドストーンテックごとを達成していますが、レジスタなどは大型化しており、この遅延をどうにかするためにアキュムレータを3段階にしています。これにより、共有レジスタを新たに追加することも可能になったわけです。多段階アキュムレータは、ただ単に高速化するだけではなく、レジスタの大容量化などの、汎用性の向上にも貢献できる、というわけです。また、今後紹介したいと思っている独自高速化技術の一つでは、ALU の演算結果をレジスタに伝達する配線に、あえて遅延をかけます。ですが、そのままだと当然クロック周波数が落ちてしまいますが、そこを多段階アキュムレータでカバーすることも可能になります。つまり、多段階アキュムレータは、今後の独自高速化技術に、必要不可欠となる可能性のある高速化技術なのです。以上で、水木氏が独学で編み出した赤石 CPU の独自高速化技術、多段階アキュムレータ、の解説を終わりにしたいと思います。今回は、完全に独自ってわけではなく、既存の技術を応用した高速化技術でしたね。ですが、その恩恵は決して小さくないもので、さらに今後も活用し続けられるような高速化技術でしたね。まあ、欠点を挙げるとすれば、増えてしまったアキュムレータを制御する制御回路が、かなり大きくなってしまっていることですかね。アキュムレータが一つだった時と比べれば、サイズは倍以上になっていて、限られた制御回路のスペースに収めるのは難しくなってきています。まあ、ここはどうしようもないみたいです。今後も、多段階アキュムレータは活用し続けるようですので、水木氏の今後の活躍に期待です。では、最後までご視聴ありがとうございました。